いつもこの演奏会の場でお借りしまして、ちょっと我々がいつもやっているアンサンブルを披露させていただいております。1曲目、どっかで聞いたことあるな、いろんな方もいらっしゃると思うんですが、東京スカパラダイスオーケストラという方々の、曲名がパラダイスハズノーボーダーという曲なんですが、勘違いをね、おましで聞いたことあるから、さかなクンがあれバスサックスって言ったり、俳優の高橋一生さんがおたげをやってたりするおましで、かっこいいもんですから、ちょっとやってみました。私どもはサントペルメンは、当初は難しいクラシックの曲を少人数で吹こうという勢いでやっておりまして、この演奏会も今年10回目、おそらく10回目に出てくるんじゃないかな、最初の頃は頑張ってクラシックアレンジをやっておったんですが、最近は、どちらかというと昭和歌謡演歌というようなものを中心にやっておりました。今日はですね、せっかくですので、平成も終わりかけておりますので、最近の流行っている方の曲を一曲が見せにいただきたいかなと思っております。やはり今最近の歌謡曲といいますか、芸能界で一番でもないですけど、かなり流行っているといえば星野源さんという方はご存じないでしょうか。1年以上前になりますかね、恋ダンス非常に流行った方ですけれども、最近は朝の、連続テレビ小説のテーマソングを作っていらっしゃる、最近のこの平成の最後のね、にかけて活躍されているアーティストの方の星野源さんですけれども、今日はその星野源さんの曲を1曲お聴きいただきたいと思います。小さい子さんいっぱいいらっしゃるので、おそらくご存知ではないかなと思います。じゃあお聴きいただきたいと思います。星野源さんのドラえもんです。
星野源さんのドラえもん、映画を見てない人にはちょっとわからないかもしれないんですけれども、今年の、映画のドラえもんの映画バージョンの音楽でした。あ、それからですね、いつもうちのアクサンベルベルベルはこのこっちの黒っぽい人たちだけなんですけれども、今の2曲をやるためにですね、昨日急遽リバーサイドのお二人に、依頼しまして合わせていただきました。ありがとうございました。それでは、私どものベルベルのステージの次が最後の曲になります。最後という意味をご理解いただければありがたいと思います。いつもはですね、昭和歌謡を得意としておりまして、いろんな演歌っぽい曲とかですね、さっきはあえて私の趣味か、私の団長でやっております、山口と申しますが、テレサテンもどうしても来たいと思ったんで、アンサンブルの楽譜にテレサテンがなかったのですから、全体合奏をやらさせていただきました。ということで、アンサンブルテレビ、今日の最後は、昭和歌謡ではないんですが、限りなく昭和に近い編成の初期段階の曲でございます。おそらくですね、40代、50代ぐらいの方、特に女性の方はですね、カラオケで絶対に歌ったことがあるのではないと思いますので、自分の出番取ったところが来たら、マイク持ってハモっていただいたり、合いの手、ああって言ったら、ああ、今というふうに、合いの手を振っていただければありがたいかなと思います。それでは、アサンブルベルベルの最後の曲です。プリンセス・プリンセスのダイヤモンドをお聴きください。
ございます。それでは、もう一つだけやらさせていただきたいと思います。本当はこの曲でやるつもりだったんですけれども、先ほどもちょっとアナウンスで言ったんですが、やっぱりこのカマーズのメンバー中心が40代、50代なんですけれども、やっぱり子供の頃に一番なんですかね、大好きだった人の中の一人に西城秀樹さんいらっしゃるんじゃないかなと思います。ということで、どうしてもこの曲はやらずに今日は終わりたいということで、秀樹を皆さんも歌って踊りたいと思いますので、皆さんご存知の振り付けはご一緒にやっていただいて、声も出していただければと思いますので、よろしくお願いします。皆さんと一緒に最後は演奏したいと思います。では、西城秀樹さんのピアノの音を聴いてください。